Hello and welcome to Capitalism That Works. Capitalism That Works, ようこそ。これは GlobalTreehouse とイェスパーコールの joint production です。今日のテーマは本当の構造問題。もちろん日本の評論家は日本の構造問題については議論は大好きですね。おお、人口減少でありか、財政赤字でありか、日本は大変じゃないんですかというほとんどの議論だと思いますけれども、私の目から見て、財政赤字や人口減少はあまり問題ではありません。なぜか、これは他の国、アメリカや中国もそういうような問題があるわけなんですけど、でも、日本の独特な問題があります。これはどうしても生産性、プロダクティビティ、日本では非常に低いんですけど、そして細かい議論しますと、やはり日本の生産性分かれてあるわけなんですね。どうしても製造業の生産性がやっぱり構造的には上がってるわけなんですよ。いわゆる日本の製造業は国際的な競争力は随分持ってるわけなんですよ。でも残念ながら非製造業、いわゆるドメスティック、国内のサービス産業は生産性がもう今20年間では横ばい、全然伸びてないわけなんですよ。だから根本的な構造問題は、これは日本の国内の生産性がどうしても低すぎて、どうしても伸びないということがあるわけなんですよ。なぜ国内の生産性が伸びてないか、これはキーポイントです。どうしてもその理由は、非製造業、サービス産業の会社は成長投資しないという結論です。どうもこのチャートでよく見るんですけれども、設備投資どのぐらいやってるか、やはり製造業随分設備投資やってるわけなんですよ。だからこそ成長投資しますと、やはり生産性がついていくということなんですよ。逆に今15年間では非製造業、どうしても設備投資は成長投資はほとんどしない、随分低下しまして、だからこそ生産性が低いということがあるんですよ。繰り返しますけれども、非製造業、日本ドメスティックのサービス産業は成長投資はほとんどしない、だからこそ大きな構造問題は日本の国内の生産性が低いということがあるわけなんですけれども、面白いことは、日本のサービス産業、日本の経営者は儲かるんですね。収益はやっぱりあるんですけれども、でもその収益は成長投資にはつながっていかない、逆に内部留保だからバランスシートの現金、これだけにやっぱり投資する、でもその利回りはゼロなんですね。今金利がゼロだから、これは構造的な問題であって、繰り返しますけれども、日本の経営者たちは成長投資しなずに新しい技術には投資しないと内部留保増やす、そういう構造になってしまって、だからこそ日本のプロダクティビティ、日本の国際的な競争力も低下しましたんではないかということが言えるわけなんですね。そして面白くて、やっぱり設備投資、これだけではなくて、やっぱり人材投資も日本の経営者はほとんどしないんですね。やっぱり国際的な比較で見ると、日本の雇用者所得はどうしてもですね、非常に低いわけなんですけれども、これはありえないんです。人材へ投資しない、資本に投資しない、結果はスタグネーション、生産性、プロダクティビティ、あまり
増えてないっていうところがあるんですね。ともちろん日本の賃金が非常に低い、日本の雇用者所得も国際的に比べると非常に低い、日本の会社はケチですね、まあ、これは言えるんです。でももう一つは、雇用者の方からもっと声を上げない、もっとベースアップをやってほしい、そんなに内部留保であってどうしても低所得者がやっぱりなかなかサポートしてくれないと、ベースアップしてくれないと、そうしますとやっぱり割と悪循環に入ってしまうんだ。だからどうやってその人材投資あまりうまくいかないと、これはどうやって解決すると、一つだけなんですけれども、やっぱり日本の雇用者、日本の労働者の声、もうちょっとアグレッシブにやっぱり聞いていただきたいわけなんですけれどもですね。ともちろんどうしてもですね、今その社内文化、あるいは日本の雇用者と会社の立場はどうなるかっていうことであると、どうしても日本の会社の中にはメリット、成功ではなくてシニオリティ、シニオリティのことは大切なんですね。だから先輩はどうしても後輩より大切ということであって、そういうような構造を残念ながら日本の社内には引き続くわけなんですけれども、そしてメリット、生産性、アビリティは、これはどうしても会社の中にはすごく大切なことであるんではないかだと思います。一つの例が申し上げます。私はずいぶん前には米国の大手投資銀行の東京の理事であったんですね。その時にはその会社はちょっと問題があったんですね。あまり経理部長はうまくいかない、いろいろな問題が出てきて、よし、新しい経理部長を探しましょう。そしてアメリカの社長が、よし、各部長に聞いて、あなたらなんか経理で問題があると誰に聞くと。これは医師さん、医師さんはどうしても能力、どうしても優秀だから、みんな医師さんは一番いいということが言ってたわけなんですけど、よし、次の理事会でアメリカ人の社長が、よし、医師さんは部長にしましょう。みんな You cannot do it、 これはできない。なぜか、やはり医師さんの先輩渡辺さんがいるから、どうしてもまだまだ医師さんは早すぎて、ちょっと新しい部長は渡辺さんしかない。そしてアメリカの社長が怒って、ちょっと待ってください、医師さんは一番いい、一番優秀とみんな言ってくれたんじゃないか。でもどうしても日本の社内文化ではやはりそのシニオリティは大切なことであると。まあアメリカの社長はアメリカ人らしくて、 I don't care、I do it、 医師さんに言って、よし、医師さんは good news、 あなたはプロモーション、あなたは部長になってほしいということで、そして医師さんは、いや、申し訳ございません、私はできないんです、先輩渡辺さんがいらっしゃるから、どうしても私は今のところは部長はできないということがあったんです。アメリカの社長は爆弾ということであって、でもそのストーリーはやはり優秀な人には先輩、優秀な人はリードしてほしいということがあるんです。社内文化、日本では先輩後輩立って社会ではいいところはたくさんあるんですけれども、でももうちょっと医師さんのチャレンジ精神がやってほしい。そういうチャレンジ精神がないとなかなか社内で成長は出てこない。なかなか経済全体にはチャレンジ精神、それはないとどうしても成長は出てこないということがあるわけなんですけど、繰り返しますけれども、日本の明るい未来が何が必要があると、やはり生産性が低いところは直さないといけないということ、ところであると。これはどうやって直すか、これはDX、 新しいテクノロジー、それはもちろん必要です。
でももっと大切なことは人材のチャレンジ精神、特に若い日本人には一つのメッセージであって、チャレンジ、どうしても部長命令だけではなくて、自分の新しい、自分の建設的な案を出して、そうすると日本の未来は随分明るくなるのではないか、私はと思っているわけなんですけど、まあ私もちろんドイツ人なんですけれども、米国で育ってもう30年間以上ずっと日本なんですね。もうやっぱり日本の経済分析しますと、あるいは市場を分析しまして、あるいは政策のことを分析しまして、どうしてもですね、もう30年以上日本にいると What have I learned? 日本から何かレッスンがあったか、これは実は話があるんですね。私は25年間ずっと日本に行ったところにはちょっとパーティーがあったんですね。とその時にはある日本人の友達が、イェスパー、 What have you learned about us? 日本人について何を学んだことがあるか。まあどうでしょうね、まあいろいろ話しまして、そしてグループでやっぱりルールを作った。私は Lessons from Japan Rule 1 Rule 1、日本人一緒に来るするのが大好きです。 Rule 2、 エリートはどうしても日本国民を苦労させるということがあるんですね。まあこれはジョークじゃないんですね。やっぱりどうしてもその日本人が我慢が強い。でももう一つはどうしても日本人はトップダウンの命令にははいということであって、一緒に渡れば怖くはない。でももしリーダーは今信号は赤なんですけど、みんな渡れば、これはいいことであるか、もうちょっと個人ベースで自分自身ではチャレンジ精神であって自分の意見を出して、そうするとやっぱり日本の未来はもっと明るくなるのではないか、私はと思っているわけなんですよ。そして最後のメッセージなんですけど、これはどうしても日本について議論しますと、Japan is not sinking. 日本は沈まないんですよ。これは一つの例としては、一円玉を取っていただいて、その一円玉は水の上には置いて、おお、一円は沈まない。これは日本と同じなんですよ。根本的には非常に強い。まあそういう話はちょっと今日やりたかったんですけれども、これは Capitalism That Works、 これは GlobalTreehouse と YesperCall のジョイントプロダクションであって、他のセッションはあってぜひご覧ください。もうちょっと細かいところには日本の面白いテーマ、日本の強さに、日本はなぜ Capitalism That Works であるか、そのことは別のセッションではぜひご覧していただきたいんですけれども、ありがとうございます。さようなら。